格上の選手何人かそれで倒してきた過去もあるので、3点A タイプの人は、まあ、基本的に上昇する。B1 と B2 の、まあ、B タイプの人っていうのは、どっちかっていうと、こう、沈み込む。最初にやってもらったデモも、今のちょっと意識しながら見ると、違いが分かると思うんで、ちょっと一回、もう一回、最初から。皆さん、こんにちは。こんにちは。前回、ガットの検証していただいたハムジさんに来ていただきました。ハムジさんはですね、フォースタンス理論にも詳しいということで、はい、視聴者様からも、ね、片手バックの解説動画が、欲しいって言われてたんですけど、なかなか片手バックの方というのもおらずに、ましてやね、解説できる方も、フォースタンスの解説できる方もいなかったんで、今回ちょっと玉地さんにお願いしたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、身体理論なので、フォースタンス理論は、自分の体をうまく使うための手がかりというか、上達してもらうための手がかりとして利用させてもらってるかなっていう。もうちょっと上のレベルに行くと、ちょっとそれを戦術に取り組んでっていうところは、格上の選手何人か、それで倒してきた過去もあるので、絶対使えるよっていうのは、まあ、自分の体で実証はできているかな。まあ、自信持って進めはできる。まあ、理論ですとは。言えます。それを駆使して自分より、ね、シード番号高い人も何人も倒されているということで、ぜひ皆さんも参考して格上選手を倒していきましょう。フォースタンス理論は足の裏のどこで重心を取っているかを4つのタイプに分けて診断します。その人によって合った身体の使い方を実施することにより効率の良い上達を目指します。詳細については過去の動画の基礎編をご覧ください。また過去フォアハンド編、バックハンド編、ボレー編、サーブ編もあり、今回のシングルバック編は約1年ぶりのリリースとなります。過去の動画、再生リストのフォースタンス理論シリーズにまとめてありますので、興味のある方はぜひご覧ください。動画説明欄に貼っておきます。この動画では、いろいろな大会の要素や役立つ情報を、キャラの濃い人たちが茶番的に面白おかしく配信しています。動画を見ていいなと思ったら、高評価、チャンネル登録お願いします。また、今後テニス合宿などもやっていくかもしれないので、興味のある方は、LINE アットをとりあえずご登録ください。なお、マジックは最近ショート動画で猫がやっています。まずはそれぞれタイプ別の打ち方を見ていきましょう。いきます。 A1 A1 もう一球。はい。 A2。おお、あるね。もう一球。はい。オッケーです。オッケーです。B1 行きまーす。B1。ラスト。ラスト。はい。リーチ行きます。はい、はい、オッケー。はい、うん、出る。何個ぐらい。オッケー、ラスト。ラスト、はい。うん、やっぱ違うわ。あ、デモンストレーションありがとうございました。はい。全部同じに見えました。まあまあまあね、仕方ない部分ではあるけど。違いがちょっと、厳密に言うとほとんど、もう、クロートじゃないと見分けがつかないので、ちょっと次は大げさにやりながら、はい、ご説明いただけるということで、はい、まずはリズムの方からちょっと、そうですね、リズムで説明をお願いします。はい。古田さんが出られてた動画でもあったように4タイプのリズムがあって、こちらの動画でリズムについては解説されてるんですけど、一旦ここで過去のこちらの動画をご覧いただきます。その上で浜地さんの説明をお聞きください。 A1、A2、B1、B2 ってあって、それぞれこれ生まれつきテンポっていうのが結構決まってて、一番テンポが速いのが A2 なんですよ。一番遅いのは B2 なんですよ。これいい悪いじゃないですよ。ためがあるタイプ、ためないタイプってのがあって、その中間があって、まあ、順番並べ替えると2、3、3、4みたいな感じで、白のイメージですね。これ結構ラーメンで例える人がいて、 A2 はタンメン、タンメンで打つで、 A1 はラーメン、ラーメンで、 B1 はタンタンメン、タンタンメン、タンメンで、 B2 はチャーシューメン、
ナオトはイケメン。あ、すいません、余計なシーンも入れてしまいました。早い順番でいくと A2 のタンメン、あの麺類で表現するとタンメン、次がまあ A1 としてラーメン、でその次にまあ B1 としてタンタンメンで、最後が B2 のチャーシュー麺。ちょっとそのリズムに合わせて、そうそう、じゃあ分かりやすい感じで、はい、いきます。今度は少し分かりやすくやってもらえるということで、はい、ちょっとじゃあ大げさに、ちょっと大げさに、まあ、はい、はい、A2 です。タンメン、はい、ここでタンメン、お早い、ここでタンメン、もう一球出したい、ここでタンメン、一応これが A2 の、まあ、一番速いです。一番速いリズムに、一応その次、まあ、じゃあ A1 で、うん、まあ、ラーメンのリズム、 A1 でお願いします。 A1 のリズムが、はい、ラーメン、そうそう、ね、ちょっとゆっくりになりますね、うん、ラーメン、まあ、ためができる、ね、はい、さっきの A2 に比べたら二軸で打つからラーメンのこの、ね、ため、ラーがため、はい、ラーメン、もう一球いきます、ラスト、はい、ここでラーメン、これが A1 用の、はい、で次 B1 ですね、担々麺のリズムですね、担々麺、はい、はい、担々麺、そうですね、はい、ここで担々麺、めっちゃ飛ぶわ、はい、はい、担々麺、お、しか、はい、担々麺、うん、もう一球だけです、はい、いきまーす、ラスです、で担々麺。ためがいらないけど、その3拍になる分ね、ちょっと A2 よりは少し。A2 が1、2に対して、はい、まあ、B1 が1、2、3っていう、まあ、3拍になりますよって。はい。一番まあ、ゆっくりというか、B2 のチャーシュー麺。一番ためが大きく見える。はい、お願いします。はい、チャーシュー麺。ね。はい。まあ、ちょっと大げさには言ってるけど、まあ、チャーシュー麺。まあ、一番インパクトまで多分、一番こうね、はい、間がある。チャーシュー麺。ね、はい、二軸でチャーシュー、ね、もう一球だけいきます、はい、ここでチャーシュー、ね、って感じです。一応これが B2 の、はい、まあ、一番多分長く、ね、打つまでの間が長いかなっていうところだ、ね、ありがとうございます、はい、最初にやってもらったデモも今のちょっと意識しながら見ると違いが分かると思うんで、ちょっと一回もう一回最初から巻き戻ししてみてください、はい、持ってきた横アングルということで、タイプ別にやる浮き沈み、前のね、フォースタンスの動画にもあったんですけど、沈んで打つかとか、まあ、平行で打つかとか、ちょっと伸び上がりながら打つかというのがあったと思うんで、ちょっとそれのシングルスハンドの解説お願いします。はい、ざっくり分けると、A タイプの人はまあ基本的に上昇する、A1 にしても A2 にしても、ちょっと体がこう伸び上がっていく感じで、まあ、B1 と B2 のまあ B タイプの人っていうのは、どっちかっていうとこう沈み込む、ね、イメージというかな、まあ、そういう風になりた方が、まあパフォーマンスが出しやすいよっていう、まあ、特徴があるので、まあ、ちょっとそこを分かりやすいように今からデモで見せていきますね、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ A1 から、はい、じゃあ A1 からいきます、ね、いきます、はい、大げさにお願いします。うわやべえ大げさですねよし、ああまあこんな感じ、伸び上がる感じですね、これは伸び上がる、まあ見ていてもらうと分かるかもしれないけど、うん、少なくとも下から上に、うん、上にこう伸び上がっているように見えると思う、見える、まあ、A1 の軸でナチュラルにこういくと、うん、スピン系の方が多いですか、まあ、そうやっぱスピンになりやすい、バックハンドのスピン系、まあ、縦方向に、うん、持ってくイメージはある。もう一回 A1 ラストで A1 バックハンドに向いてる、で、A2 も A タイプなので同じ、やっぱり伸び上がって見える、伸び上がって見える、若干リズムが速い、そう、ね、さっきのもリズムやったようにやっぱりちょっと速くなって、うちにインパクトまでに対して速くなって、で上昇、はい、まあ、これもやっぱりちょっと縦の意識があるかな、もう、はい、どっちかというとやっぱ A2 の方が回転量は増えるかな、そう、伸び上がって速いですね、伸び上がって速め、はい、感じですね、これが A タイプの一応まあ、特徴ですね。特徴。で今からじゃあ B タイプ、はい、まず B1 の方から。お願いします。B1 お願いします。はい。はい、おお、フラットですね。まあ本当、まあいわゆるフラットドライブ。はい。まあさっきと多分比較すると分かりやすいと思うけど、まあ体があまり浮いてないというか、伸び上がってないというか。平行気味ですね。もうほぼ水平に。水平に。よいしょ。ちょっと若干大げさにやってはいるけど、はい。まあ体が伸び上がってない。
で同じまあ B タイプの B2 ですね。B2、はい。まあ、これがちょっと、そう。うん、まあ、B1 よりもやっぱこう少し薄まりに時間ができる、うん。で、これもやっぱり浮き上がるんじゃなくて、ちょっと、まあ、ちょっと若干大げさにはやってるけど、沈み込むような感覚で、はい、体が浮き上がらない。もう2個ぐらい、ね。はい。ね、ラスト。ラスト。わ、うんうん、かりやすいです、はい、実際にはね飛んでくるリズムも違うし足元とかで深かったり浅かったりするんで、うん、意識しすぎると逆に、まあ、そうですね、あの打つときにそこその今リズムを当てはめようとするのもまた難しいので、まあ、ナチュラルにそうなるよっていうところだけ、まあ、認識しておいてもらえれば。僕はあの B2 ということで片手バックハンド触りたいと思います。3ヶ月ぐらい片手バック練習したことあるんですよ。で結構ね試合とかで打ててたんですけど、うん、シコル系の相手に、ね、負けちゃいけないと思ったらです、はい、スライスしか打てない病というのにかかりまして、それで片手バック諦めたんですが打たないといけないって頭で分かってもビビって打てないっていう、うん、まあまあそれは分かりますねっていう片手バックの壁にぶち当たって速攻諦めました、はいということで、ちょっと今日はね、あの、せっかくなんで教えていただきたいと思います。はい。お願いします。じゃあちょっと普段通り何も意識してない片手バックを。これちょっとだけまあ動かないんで。ちょっと入らん。久しぶりすぎる。ちょっと待って。ちょっと大げさにテイクバック大きめ取ってみると。テイクバック大きめに。そう。うん。ちょっと多分こうやすくなると思うから。そうなると思うから。いや、全然入らんわ。本当に久しぶりすぎて。ずーっと後ろに。うん。うん、感覚を燃やしてきた。後ろ軸から前軸に移る。で、後ろ軸をちょっと大げさに、ね、ちょっと後ろに折ってあげると。うん。直ってきた。テイクバック大きくして。そうそうそう。そうちょっと自然にこのビーツの1、2、3、ね、まあ、チャーシュー、麺のリズムになってきた。チャーシュー、麺、あれ。テイクバック大きくしてって言ったのは、こっちで引くっていうよりは赤と寄りの外側ね。外側にまず一回、そこで軸を取る。あ、外側にこっちを軸取るとしっかり。そうすると多分大きく見える。あ、大きくなってるんですね。はい、後ろ足に軸取って、こうやって浮かないように。A1 と B2 がショークスタイル。A1 と B2 がこう。大げさにこうやるわけじゃないけど、はいはい、ニュートラルからショークスより、はい、そう。こういう感じ。こっちの方がいい。A1 と B2。ここがそう。まあ、こうまあ、力が伝えやすい。A2 と B1 がどっちかっていうと背屈。そう、背屈。もう、この背屈より、ね、背屈よりのこのインパクト。お、うん、おいいんじゃないお、うん、ショークスよりね、ショークス気味ね、この方が力が伝えやすくなるから、うん、うん、いい、あ、いいね、うん、お、ナイスナイス、なんかすごいナチュラルに、ちょっと今なんかさっきの握り良かったね、うん、あ、この感じ、うんうん、そっちの方が、あ、いい、あ、いいんじゃない、感覚分かってきた、やったやった、ラスト、はいはいはい、よいしょ。うん、この感覚ね。うん。そう、だから、こう、ナチュラルに、だから、小屈寄りになるようなところで、そうですね。はい。なんか安定するね、こっちの方が。うん。うん、これが、なんか、ハイクタイプ、A2 とか B1 のハイクタイプは、こうなるところで取るねっていう。というところで、最後、おまけで1個、ちょっとこの手首のハイクス小屈やっていたんで、ちょっと片手バックの方は、まあ、参考になれば、もう軽くね、意識しすぎると多分ダメなんで、はい、そういうのもあるよということで、やってみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日の猫ミームの使い方はいかがだったでしょうか。次回はフォースタンス理論スライス編ということでやっていきたいと思います。ぜひ興味のある方はチャンネル登録して待っていてください。